CSM ダブルドライバーバージョン 1.5 フート探偵エディションの仕様紹介、初公開音声もあります。ロストドライバーモードで仮面ライダージョーカー、仮面ライダーサイクロンに変身してみた。 CSM ダブルドライバーバージョン 1.5 フート探偵エディションのジョーカーメモリ、サイクロンメモリにはロストドライバーモードが搭載。テレビ版最終回や客演時の仮面ライダージョーカー、小説版の仮面ライダーサイクロンへの変身が可能。ジョーカー、ジョーカー、サイクロン、サイクロン。ファン待望の機能、大興奮です。変身解除やってみた。 CSM ダブルドライバーバージョン 1.5 フート探偵エディションの全てのメモリには変身解除音声が搭載。ファン待望の機能がついに実装。音声を本邦初公開、実際にやってみます。メモリを抜いてボタンを押すと変身解除音が流れる。なりきり度が格段にアップしてます。セリフモードではアニメの変身解除音が流れます。2種類の解除音が楽しめるなんてすげー。ツインマキシマム打ってみた。 CSM ダブルドライバーバージョン 1.5 フート探偵エディションのヒートメモリにはツインマキシマム機能が搭載。劇中さながらの決死のツインマキシマムを打つことが可能です。マキシマムスロットに装填して実際にやってみます。ヒート、マキシマムドライブ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 、マキシマム。憧れだったあのツインマキシマムを撃てるなんて感激です。ファン待望の機能、ぜひ実際に遊んでみてください。CSM ダブルドライバーバージョン 1.5 フート探偵エディションのトリガーメモリには多数の必殺技が搭載。デラックス版とは異なり、マキシマムスロットに装填することでも必殺技を発動することが可能です。リアクタードーパント戦で活躍したトリガービートルブラスターを撃ってみようと思います。トリガーマキシマムドライブ、トリガービートルブラスター。本編さながらのフート探偵オリジナル必殺技、ぜひ再現してみてください。 CSM ダブルドライバーガイアメモリバージョン 1.5 フート探偵エディションの受注期間は11月14日までの予定。 CSM ロストドライバーと一緒にぜひゲットしてください。